そうしてその日から芹沢鴨は井上源三郎に、平間重助は長倉新八に、そして平山五郎は沖田総司へと生まれ変わった。鴨さん最後の仕事、吉田東洋暗殺がきっかけとなってな。1年前にそんなことが。以来俺たちは名を身分浪士組から新選組へと改めた。芹沢鴨が乱暴狼藉の末粛清されたという噂を流し、浅葱色の派手な羽織で装うことで過去を払拭し、事実を隠した。沖田総司っていや美少年で通ってたから、そこの五郎ちゃんにはこの面で自分を美少年と言い張らせたもんだ。そして万が一にも秘密が漏れぬようハットを作った。体を脱するは死罪。あのハットのことか。ああ、いつの間にか新選組全体の掟になっちまったが、ハットはもともとこの秘密を知る斜め、近藤、土方、山並、東堂、そして水戸組三人の口封じを目的として作られたものだったってわけだ。そうだったのか。俺は鴨さんの剣術、水戸天狗流をどうしても新選組に取り入れたかった。だから鴨さんが源さんになった翌日から、司令官出身者は皆天狗流の指南を受けたんだ。そして俺はその剣を天然理心流と改称し、京の町から世に広めていこうとした。司令官の独自流派としてな。そうすりゃ強さを求める手だれの剣士たちが新選組に集まるって考えたのさ。結果7人しかいなかった組は急激に拡大。佐之助や伊藤さん、武田といった有名な剣士の加入もあって、今の規模になった。じゃあ俺はあんたの仕掛けた理心流の風潮に引っかかった一人ということなのか。でもその結果、あんたはこうして新選組に入り、ことの真相を知りうることができたというわけだ。人生とは何があるか分かったもんじゃねえな。龍馬さんよ、これが新選組と天然理心流の真実だ。そしてあんたが追いかけてた覆面の男の正体、そりゃ井上源三郎として生きた芹沢鴨だったということだ。きっと鴨さんは、はじめちゃんに対して後ろめたい気持ちがあったんや。池田屋で松原がはじめちゃんの秘密をばらそうとしたとき、背後から突然切ったんも、はじめちゃんを守るためにやったんやと思う。せやなかったら、あの鴨さんが敵を後ろから切るような真似するわけないしな。井上は俺の目的を知りながら、新選組にとどまれるよう手を貸してくれていたということか。鴨の恩返しってちゅうとこやな。ほんまあの人らしいわ。どうだい、すべてを知った今の心境は。正直まだ釈然としない。どうして井上は東洋のおやっさんを殺さねばならなかったんだ。水戸藩経由で頼まれたらしい。仕事を成功させたら俺らの脱藩を取り消してもらえるという条件でな。水戸藩からだと。じゃあおやっさんを殺そうとしたやつは水戸にいるってのか。それは分からん。
最後までカモさんは喋らんかった。影として生きる者の習性やな。それじゃあ俺はこれから先何を追いかければいいんだ。龍馬さんよ、一つあんたに確認したい。もし今吉田東洋の殺害を依頼した人間が誰なのか知ったら、あんた復讐のためそいつを殺しに行くかい？わからない。だが覆面の男の正体を知った今、一つだけはっきりしたことがある。なんだい？俺は復讐がしたかったんじゃない。真実が知りたい、それだけなんだと。その言葉を聞けて安心したよ。今のあんたならこれから俺が話すことを受け止められるだろう。うん、なんだ？どうして俺があんたが本物の坂本龍馬だと知っていたか。それはカモさんから報告を受けてたからだ。そしてもう一つ、カモさんから報告を受けていたことがある。それはカモさんに吉田東洋殺害の依頼をした男の名は坂本龍馬だ。じゃあまさかもう一人の坂本龍馬が。例の小無双の坂本龍馬。そして今になって奴は覆面の男だった源さんを殺した。おそらくは吉田東洋暗殺の口封じのためにな。クソが。驚くのはまだ早い。今そのもう一人の坂本龍馬がいるのは寺田屋らしい。タイの監察から知らせがあった。寺田屋にもう一人の坂本龍馬が。寺田屋はあんたの定宿らしいじゃねえか。つまり二人の坂本龍馬が寺田屋を宿にしているってことになる。どうなっとるんや。以前からたびたび坂本龍馬は寺田屋を使ってたようだ。京で活動する時の拠点の一つなのかもな。とにかくそれで今伊藤さんと武田の五番隊が寺田屋に向かってる。寺田屋に踏み込むつもりってことか。せやけど連中の手に負える相手やないで。その坂本龍馬は芹沢鴨を仕留めたほどの男やぞ。そうやすやすと捕まるとは思えねえな。もしここで取り逃がせばもう見つからなくなるかもしれん。龍馬さん、いや斎藤さんよ、あんた斎藤をはじめとして寺田屋襲撃に向かい、伊藤や武田より先にもう一人の龍馬を捕まえねえと。あんたが追いかけてきた吉田東洋殺害の謎は永久に闇の中だ。わかった。近藤さん。ん？全てを教えてくれてありがとう。俺は新選組に入ったことを後悔してない。そうかい、ならよかった。ほら早く行け。ああ。